どうも、こんばんは。ちょっといいですか。ん？今、僕ら財布なくしちゃって。ちょっと偉人町の顔役さん、こんなチンピラのしつけまで押しつとはいえ、あんたが気にすることじゃねえ。だからお金出してってば。いいよ、もうやっ。それな、桐生さん、言いたいことは分かってます。でもあんたは今、あんたのエネルギーは、ああ、それこの不始末は私がきっちり。お前らってことで、やる気ならかかってこい。やってやろうぜ、やってやろうぜ。どうしました、桐生さん。いや、そうじゃない。敵がモンスターに。あ、それ一番よくわからんが来るぞ。気遣いには感謝する。俺も混ぜたく。やるか。止める。そこだ。出番が来たな。お前、相手にやる。行くぜ。かかってこい。遊んでやる。私の番。脇が甘いな。頑張りますか。はい、さっさと来い。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。俺の番か。やる。仕留める。行くぜ。出番が来たな。私の番。ほれほれ、脇が甘いな。ソーラー、くれてやる。無駄だ。見たかよ、俺の活躍。ああ、ありがとうな。なんだか逆に気。そんなことはない。俺もあいつから話。これが桐生さん。なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。喧嘩相手が化け物に。まあそれもそうだ。ああ、なんか文句あんとか。そろそろメガネケース新調したいな。ん？なんだ。使ってるやつが壊れた。あ、いえ、実はおしゃれ。ああ、違います。ダジャ。メガネだけにかかったと。そんな勇気売りたくないっす。いい感じだ。カレーの匂いがすると無性。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、カレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って。おいおい、そんなにね。極上のコクと旨味を味わえ、食うまでわからないギャンブル性のある禁断の量。負けた時悲惨だ。よし。そういえば今朝情報番組の占いコーナーで、私の今日のラッキーカラーはピンクだった。孫妃はそういう占いを気にする。別にいつもチェックするわけではないんだが、しかし一度見てしまった以上は多少気になるという。まあその気持ちは。だがピンクの小物のような可愛らしいものは持っていないし、今日はラッキーになれそうにないな。鏡を見たらラッキーになれる気が。いいこと。え？あ、いい感じだ。D？ なんだ、見たい映画。いや、
そういうわけ先日ハン・ジュンギが大量にレンタルしてきてね、見たいドラマを置いてる店をようやく見つけた。あいつあれちゃんと返したのか。優秀なやつなんだが妙に抜く。意外と過保護なんだな、はい、甘やかすつもりは。そういうところも含めてな。まったく世話。よし、すげえゴミの山だな。街中にこんなのがあるとは。あ、キリさん。ん？気を。こういうゴミ山には動物が潜んでることがあるんです。俺もホームレス時代にあいつ意外と凶暴で強いんですよ。こんなところにもアライグマがいるなんて驚き。俺はお前がゴミ。いい感じだ。ほう、焼きそばの香りがすると祭りなんてな。まあ私もそんな。どの魚が油断しているそいつの動きを見極めて。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。焼きそばの香りが。祭りなんて長く。まあ私もそんなに行くわ。どの魚が油断しているか一目そいつの動きを見極め何匹でも救うことができる。では金魚が必要。よし、ここの彼。ただ店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてね。一度断ったら以来どうにも断りにくくて。案外お一人とはいえいつもはち切れそうな。はそのせいなのか。絶対いい感じだ。高級焼き肉。何でも高級焼肉の味。ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。それはライフ。まあ嗅覚をフル活用して他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用が。100歩譲っておかずにな。なのでギリやってることはあれだが。よし、そろそろ歯磨き粉を買い足さないとな。でもそんなに買わなくていいのか。たまに歯磨き粉は限界まで絞れば安くなる頃には。今のチューブはかいい感じだ。そういえば難波は勘資格を取るのは大変だ。そうですね、臨床実習や試験勉強。ちょうどここみたいな本屋で3。立派なことだ。ただね、つい漫画もあの時期の漫画は全部読んでたかもしれない。真面目なんだか。よし、
寿司屋か。たまには回転寿司に行くのもいいな。ソンヒが好きな。いろいろあるが、回転寿司ならサーモンが一番。乗っている油もくどくなく、まろやかな甘みがいい。なるほど。確かにうまいよな。炙りサーモンだ。本当にサーモン。いい感じだ。よく分かってきた。ナンバは酒には強いのか。あんまり顔は赤くならないんで強いとか言われるんですけど、すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変。高確率で終点で降ろされるんです。ほら昔のそれよし。おお、この店ではレシピ本がベストセラーなのか。ソンヒは料理もする。まあたしなむ程度に。ただ私は少々辛く味付けをして、部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。なら先に半巡月させて、この結果さ。あいつめ。なるほど。三本なら桐生さんに味見。それはむしろ、いや何でもない。今日はちょっと別。いい感じだ。目的も決めずにフラッ。ほう、それもお、乗ってくれますか。おいおい、だから目的。ああまあそれもいいんじゃね。行きたいところを決めて。それもそうですね。よし。旅行会社のチラシ見てると、どっか旅。なんだ。場所っていうよりもでかい滝。ああいう迫力あるの好き。100メートルの滝とか。すげ。せっかくだし滝を見る。100メートルクラスともなれば意識も吹き飛びそうなので遠慮しとき。いい感じだ。ものは試しだ。いろいろ試してみよう。また来て。よし。これだな。よし、取れたぜ。
飲みすぎた。外食するといつ冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。外食すると冒険するよりも失敗した。まあ気持ちはわかる。俺もたまにはシェフの気まぐれ創作料理っていう、おお、さあ震えるほどまずかった。失敗してんじゃないですか。よし、いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。飛ばせ。よし。キリュウさん、な、体大丈夫ですか？ ありがとな、ソイ。何を言ってるんだ？これだけまだまだ。なんでだろうな。さあ、次。そうだな。いいっすね。腹が膨れたらカラオケもいい。まあ。それはいつの話だ。ちょ。
どうかした？桐生さん、エンディングの思いっきり大まかに言うと、残された家族とか友人、それは遺書、遺書と違ってエンディングだから、本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生、まあそうだろうな、そういう心持ちの時に自分がいない。エンディングノートはおあつらい向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、実はやってみたかったこととかを、そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りの、そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分、残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それは桐生さんでも、そこまでして果たしたい何かがあるなら。なんば、バス戦で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、あんたは自分を押し殺してるだけで、それが何なのか考えてやってみることは、むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく、元看護師として受け負うよ。ああ確かに、エンディングノートか言い出しっぺ、ええ、それはもう。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱、うまい酒を好きなだけ、寿司銀で卵を腹いっぱい、このなりで卵ばっか食うのもな。いいですよ桐生さん、まさに、まあ、思い返してみればこうだったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、若者に流行りのスイーツってや、ありったけかけて、あ、すいません、いや、あまり、はあ、笑い物にするつもりは毛頭ない、むしろす、なんだよそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いやー、これはやりがいがあるし、もうちょいみんな、あ、なら、かかす、桐生さん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけどバカ言え。いやー、決まりだ、もうその日、お前も女だっていい女は好きなんだ、もちろん。よっしゃ、じゃあ行きましょう。そろそろ行かねえか。思い出せ。
してんじゃねえぞ。やってやろうぜ。邪魔すんじゃねえよ。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。よし、懐かしいな。
そういえば。開けてみるか。開いた。まだ行けるぜ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございます。エモいぜ。見てんじゃねえ。何見てんだ。てめえ見てっといらっしゃるんだよ。調子がいいぞ、私は。ふかしてんじゃねえぞ。仕留める。空くれてやる。はじけ止める。手加減はなしだ。デリバリー頼むぞ。よし、撮影するぞ。打ちかます。用意スタート。かますぜ。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。食え。ちょっと待って。落ち。食らえ。力の差を見せてやる。
やるのか。脇が甘いな。そうだ、くれてやる。反撃止めや。これで、調子乗ってんじゃねえぞ。相手してやる。あ？気がれ。目障りだ。気がかってこい。ふかしてんじゃねえぞ。ほら。行く。え？ダメだよ。気がかれ。回復、調子出てきたぜ。懐かしいな。思い出せ。校長だ。そういえば、まだまだ余裕だぜ。思い出せ。何見てる。気に入らない顔ですね。あんたに見せてくれ。勝ち行こうぜ。寄るんじゃない。勝利。さっさと。
懐かしいな。思い出せ。